おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。テスラに新たな問題が発生。しかもそれは見た目よりはるかに大きい。テスラ1月以来5回目の米国での値下げを実施。14% の下落を引き起こす可能性のある売りシグナル。なぜテスラ株は今週 10% も下落したのか。これらの記事を紹介していきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 185.06 ドルとなっております。では最初の記事から紹介していきたいと思います。テスラに新たな問題が発生。しかもそれは見た目よりはるかに大きい。こちらの記事を紹介したいと思います。テスラは米国道路交通安全局に提出した資料によると、フロントサスペンションのラテラルリンクファスナーが緩む可能性がある問題で、米国内のモデル3車両422台をリコールします。この問題により、2019年1月以降、25件の保証クレームと2件の現場報告が発生したが、事故や負傷者は報告されていません。では、ラテラルリンクファスナーとは何なのか、調べてきましたので紹介します。自動車ではラテラルリンクファスナーは一般的にサスペンションシステムで使用されます。サスペンションシステムは車両の重量を支え、路面からの衝撃を吸収し、乗客にスムーズで快適な乗り心地を提供する役割を担っています。ラテラルリンクファスナーはコントロールアーム、スタビライザーバー、トレーニングアームなど、サスペンションシステムの様々なコンポーネントを横方向に接続するために使用されます。これにより車両のアライメントを適切に保ち、コーナリング時などの車両の安定性を保つことができます。自動車のラテラルリンクファスナーはサスペンションシステムの特定の要件に応じてスチール、アルミニウムまたはカーボンファイバーを含む様々な材料で作られている場合があります。また、サスペンションのジオメトリーを微調整して、望ましいハンドリング特性を実現するために調整可能である場合もあります。ラテラルリンクファスナーの役割は、サスペンションシステムが正しく作動し、車両のハンドリングを良く、乗客に快適な乗り心地を提供できるようにすることです。このラテラルリンクファスナーが緩む可能性があるので、リコールとなっているということです。アメリカなので日本国内のテスラには関係ないと思います。では引き続きまして、テスラ1月以来5回目の米国での値下げを実施。今日はこの記事に関する記事が多かったです。では内容を紹介しますと、テスラは米国で電気自動車の価格を 2% から 6% 近く引き下げ、割引キャンペーンを延長しようとしていますが、アナリストはこれが収益性を損なう恐れがあると警告しています。今回の値下げは今年に入ってから米国で5回目のもので、今月から EV 税額控除の上限が厳しくなったことと重なります。テスラの最近の値下げは需要拡大を狙ったもので、同社は先日第一四半期の納車台数が約42万3000台に達したことを報告しました。しかし一部のアナリストはこうした値下げが業界をリードする同社の利益率に悪影響を及ぼす可能性があると懸念を表明しています。アメリカでまた値下げが行われたというニュースです。こちらですが僕自身の考察を最後のまとめでしたいと思います。続きまして 14% の下落を引き起こす可能性のある売りシグナルを点滅させたばかりだ。こちらの記事を紹介したいと思います。フェアリードストラテジーズの
ケイティ・ストックトン氏によると、テスラ株は 14% の下降を呼び起こす可能性のある売りシグナルを点滅させたばかりです。テスラはメガキャップの中で最初にサポートに挑戦する銘柄であり、50日移動平均線を下回ることが保留されているとストックトン氏は述べています。テスラのモデル 3XS がさらに値下げされる中、テクニカルな売りシグナルが出ました。僕もテスラのチャートを見ていますが、先日知人とテスラのテクニカルについて話しましたが、やはり見方はそれぞれです。僕は下落基調だと言いましたが、彼は上昇基調になると言っています。さて今後どうなるのかですね。では最後に、なぜテスラ株は今週 10% も下落したのか、こちらの記事を紹介したいと思います。 EV メーカーが2023年第一四半期に期待外れの納車台数を計上したことで、テスラの株価は今週 13.4% も下落しました。同社は44万1000台の EV を生産し、42万3000台を顧客に引き渡したが、これはテスラが顧客が現在の価格では購入しない在庫を構築していることを示しています。これは同社が昨年販売台数より5万6000台多く生産した後のことで、テスラが主流の自動車メーカーになろうとする中で EV の買い手を増やすのに苦労していることを示しています。さらに同社は第一四半期を通じて厳しい値下げを実施し、顧客の需要を喚起しようとしていますが、これはテスラのコストが上昇する高インフレ環境において懸念されることです。このため2023年にはテスラの収益が減少し、株価のリターンが弱くなる可能性があります。はい、今回はテスラのリコールとさらなる値下げ、それに伴い株価の下落基調の記事を紹介しました。テスラの値下げによる利益率の圧迫について議論されることが多いですが、これについて僕の見解を紹介します。いろいろな記事でも書かれているように、値下げをすることで利益率が下がります。しかし、もしマスタープラン3で話されていた製造コストを削減する技術が徐々に実現していて、結果として利益率が下がらなかったという報告が出る可能性もあるということです。もし利益率が下がっていなかったら、その時はどうなるでしょうか。僕は株価が上がると思っています。つまり値下げを大きく取り上げて利益率が下がる、利益が下がるという記事は多く見られます。その結果利益が減るんだなと思うかもしれません。しかしそれは人の意見を鵜呑みにしているだけで、果たして本当なのだろうか、このような視点を持つことが大切だと思います。僕は極力いくつかのシナリオを考えるようにしています。なぜ値下げなのか、単に在庫が余っているからなのか、それとも何か狙いがあるのか、いろいろと自分の中のシナリオを考える癖をつけるといいかなと思います。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してはブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラやこれからの社会ですね、どういった技術が出てくるのか、それについて情報交換し、いろいろと議論をするとか、いろんな話題で盛り上がっているというグループです。基本的なテーマとしては未来は明るいです。そのテーマに沿ってですね、こういった技術が出るとこんな風になるよねとか、そういった感じのことをいろいろとオープンチャットの方では議論というか、いろいろとチャットして情報交換しています。参加方法は画面に表示している通りです。まず概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで僕の方が返信できるようになります。
その返信でオープンチャットのリンクを送らせてもらっていますので、そこから参加することができます。さて、今日はですね、最後に僕が値下げについての見解を言いましたけれども、情報を収集するときはその情報を鵜呑みにするのではなく、俯瞰的に考える癖をつけるといいと思います。その俯瞰する中で結果として自分の解釈が間違っていることももちろんありますけど、考えるっていう作業が大切だと思っているので、この値下げにしても安易に否定する人もいますが、なぜ値下げなのか、どういった意味を持たせているのか、本当に単に在庫があるだけで値下げをしているだけなのか、いろいろと自分の中で考えるっていう癖をつけると面白いと思います。そしてこの値下げに関してもいろいろと言う人がいます。利益率を下げるとか、在庫が余っているからだとか、まあ、そういった感じでいろいろな意見を言われる方がいます。でもその意見を真っ向から反対するんではなくて、確かにそういった見方もあるよねっていう風な感じで、自分自身がもっと多角的な視点を持てるように、人の意見を安易に否定せずに、その意見を受け入れるっていうことをすると、自分の視点がすごくね、広がっていくと思います。なので、この値下げに関してもいろいろと思う人はいると思います。ぜひね、自分がどういうふうに思うのかっていうのをコメントでいただきたいです。それに対して、ぜひコメントをね、読んでみてください。そのコメントを読んで、もしかしたらそのコメントを否定したい気持ちになるかもしれませんが、否定するんではなくて受け入れるんです。受け入れて、そうか、そういった見方もあるよねっていう風な感じで自分に受け入れていくことで、どんどん自分の視点が広がっていき、いろいろな考え方ができるようになると思いますので、ぜひね、自分の考えっていうのをアウトプットする、そして人のアウトプットも読む、読んでそれを否定せずに受け入れるっていうことをね、いろいろとね、していってみてください。きっと視点がどんどん広がっていき、何か一つのイベントが起きた時に、これが何を意味するのか、いろいろなシナリオをね、考えれるようになってくると思います。いろいろなシナリオを考えていけるようになると、こういったシナリオがあった時には、こういった結果になるかもしれないね。このようなシナリオだったら、こういった感じになるかもしれないねっていう風な感じで、自分の中でのシミュレーションのパターンがいろいろと増えていくと思いますので、ぜひね、コメントをね、してもらって、まずは自分の考えっていうのをね、アウトプットしてみてください。そして同じようにアウトプットしている方のコメントに対して、それに対してどう思うのか、その時に否定をするんではなくって、そういった考え方もあるよね、なるほどというふうな感じで、そのアウトプットに対して返信していくと、自分の視野が広がっていくと思いますので、ぜひね、僕のこの YouTube を使って自分の視点を広げるっていうのをやってみてみてください。はい。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。土曜日です。素敵な週末をお過ごしください。ではまた。